trees. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotism. Whip, whip, pull me like a race horse. Pull me like a ripcord. Take me down and build me up. I wanna be. はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、パワトラです。今回は9月19日の新しい手順となります。そしてこれはね、超高速で複製ができます。まずはフレンド限定セッションで大きな画面が車両複製する人です。そして、右上にこれから出すんですけど、フレンドさんも、同じね、フレンドセッションにいることになります。複製する人は1シレトルやエレジレトロカスタム、サルタン RS とかをカジノペントハウスガレージに入れておきます。1台で OK です。カスタムナンバープレートは不要です。複製の犠牲車両にファギオ、これをクラブハウス以外に大量に用意します。そして機動作戦センター、これが必要です。区画3は必ず個人車両保管庫にします。ではフレンド限定セッションで複製する人と手伝う人、パーティーを組んだ状態で2人ともオンライン表示で、複製する人がアリーナの一番上のジョブを開始します。そしてね、ロビーまで行ったら、次はフレンドさんの準備となります。フレンドさんのね、準備が前と手順ちょっと変わりますので、よく確認をしてください。では、フレンドさんの手順、右上画面になります。個人車両を、この、カジノの前に行って右十字キーを押して、普通の駐車場に預けます。これはペントハウスガレージに入れるのではなくて駐車場に預けるということになりますね。そして中に入っていきます。ここから修正の入ったポイントを回避する手順になりますのでよく確認をしてください。タイミングが悪いとできない場合もあります。では、このカジノの中に入ったら、まずフロントのおじさんに右十字キーを押して話しかけます。右十字キーを押して駐車サービス、この画面で一度 PS ボタン丸をします。メニュー出なくなるので携帯からインターネット無料のエレジー RH8 を普通に購入してください。どこかのガレージの RH8 に重ねても OK です。購入します。購入したらこのまま PS ボタンを押してパーティーからジョブのロビーを開いている人にセッション参加を押します。参加をした瞬間三角連打してください。丸をした瞬間三角連打です。そして下に右にくるくるっと出ます。次にくるくるっと出る瞬間に右十字キーポンの丸っていう風に連打します。このまま、ロビーに入るような感じでアリーナの地下に入るような感じで床が抜ける、もしくは透明の状態でカジノの前でくる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 ロードが入れば OK です。これは参加の時に常に連打とか常に右十字キー連打ではなくて、本当に読み込むタイミングで右十字キーをして一拍開けて丸丸丸丸って感じで参加するんですね。なのでこれタイミングつかめない人は多分できないかもしれないです。そして3、40秒待機します。次にね、今までと同じようにアリーナのジョブに入っていくようになりますね。複製のお手伝いする人はジョブのロビーに入ったらすぐに退出するようにします。このままホストとかそういったね文字が見えたら×丸でジョブのロビーを閉じていきます。ここで×丸です。もうこれでね、複製のお手伝いできる状態になります。複製のお手伝いする人はオプションボタンが押せないとか、近くにね個人車両マークあるけど見えないとか、そういった状態になりますね。では複製する人はジョブのロビーを閉じます。そして2人でカジノのね入り口で待ち合わせをします。まあね、複製の手伝いをする人はいつもやっている通りだいたいねこの辺りで待機がいいかなと思います。では画面小さくします。複製する人の、手順となります。ではここでだいたいねこの真下を向いた状態で機動作戦センター要請します。そしてモーターサイクルクラブに、登録します。機動作戦センターだいたいこの下で向いていながら、要請するとだいたいカジノのねパーキングエリアに出ますね。そして、MC から
クラブハウス以外にあるファギオを要請して乗っていきます。この車両をお手伝いさんのフレンドさんに乗ってもらいます。フレンドさんが乗ったことを確認したら、複製する人はアクションメニューから MC プレジデントで車両を保管庫にしまうを押します。でもフレンドさんが降ろされなければ OK です。フレンドさんはだいたいこの辺りで待機します。複製する人、カジノのガレージの方に向かいます。そして MC プレジデントで今呼んだファギオと違うファギオを要請します。だから右十字キーとかをして必ず違うファギオを要請してください。そして 2,3 秒経ったらカジノペントハウスの中に入っていきます。カジノペントハウスの中には複製したい車両、カスタムナンバープレートは不要です。エレジーレトロカスタム、サルタン RS、イッシーレトロ、そういったね、車両を用意しておきます。フレンドさんはね、次の車両複製がスムーズにいくためにカジノのガレージのまあ近くまで来てると早いかなという感じですね。複製する人は複製したい車両をここでね、ペントハウスガレージから乗り出します。これでね、乗り出して、複製する人はこっからね、一回も降りないでください。複製する人が車両を乗り出したら、フレンドさんだけが車両を降ります。で、ファギオ消えます。複製する人はそのフレンドさんが降りたことを確認したら、機動作戦センターの後ろに行って右十字キーをしてこの車両を保管します。これでね、1台複製完了となります。では連続してやる方法です。連続してやる方法はこっから繰り返します。複製したい車両をまたね、乗り出していきます。そしてこの車両、フレンドさんに乗ってもらいます。フレンドさんに渡したら、フレンドさんはカジノのちょっと奥の、まあ、競馬場の入り口あたりまで離れます。必ずね、個人車両をね、要請できる距離、近くだと呼べないですよね。だからこのぐらいね、離れた方がいいですね。離れたことを確認したら、次に複製したい人は違うガレージとかにあるファギオを要請します。これはね、別にサンチェスでも大丈夫です。 MC クラブハウスの中に入っていないものを呼んでください。犠牲にしていいもの。そしてね、 2,3 秒経ったらまたカジノペントハウスガレージに入ります。そして複製したい車両をまた乗り込んで外に乗り出します。フレンドさんはまたね、スムーズに行くために今乗っている車両を乗ったままカジノペントハウスガレージの近く、入り口近くまで行くといいですね。そうするとね、時間どんどん短縮できます。最高で多分45秒に1台はできると思います。複製する人、複製したい車両を乗り出したらフレンドさんは近づいていきます。そしてね、ここで必ずフレンドさんだけが車両を降ります。車両降りると車消えますね。車が消えたら、複製する人はまたこのままこの車両を機動作戦センターの中にしまいます。まあ、こんな感じで、ある程度ね、修正が入ってもこのように回避はできています。本当にタイミングとか、本当にね、ただの連打ではないので、読み込む、タイミングっていうのをよく確認してやってみてください。よかったらやってみてくださいね。3 into the 4 Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up. Before I have to pull the strap off the cut, give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble, cause ain't nothing but a G-thang, baby. Too low-down G, so we're crazy.